味噛みえ今イコが超かわいいって話してたなんだ知ってねえのかよクソ。あのね、アイドルって暇じゃないんだからねイコつまーなーいもっと頑張ってよ 何か面白い話とかしてよーえ写真撮影う <laughs> しょうがないなー子供の頃、お父さんに連れられて引っ越しばっかしてたけ。うち純粋な広島っ子じゃないよ。 ふぅ、はあ、ちょっとびっくりするでしょはぁ、あ、ど、どうしたん急にお腹すいとるマッサージにしては手つきが。はあ 君うちといないとき何しょるんあべ別にどっちでもええけど暇ならもっと顔見せえや。ねんみーとか言うと思ったイコ一流アイドルだから始発移動余裕だし朝ちょーっと いい子夜はお化けさん出そうでちょっぴり怖いもう眠いんだよマジで次のステージ衣装これでいこうかなー。 んいい子のことバカにしとるんかちょっと変なことしたらマネージャー呼ぶけーのちょ、出禁にされたいわけふん、<laughs> もっとなでなでしてくれたらサービスしちゃうよ。 おい悪い。どさくさサ紛れに、どこ触りよんじゃ。あのねこれハイタッチ会だからね。何勘違いしてんだか。はぁ、あ、なんか、ドキドキしてきた。 今だだけ特別だよ。外で雑誌記者に撮られたらまずいでしょダンスの授業とかマジでレベル低すぎね。 お好み焼き丼でいオタにつけまわされるのは嫌じゃけど、そのために地味な格好をするのはもっと嫌なんじゃ。へえ、同人誌ってこんなにあるんだ。 コもたまーに声優とかやってるしこれを機に勉強しようかなんなんじゃわよこれでどう 魔法少女